こんばんは。スタジオから電子工作教室の松崎です。今日は家にたどり着いた車内からお送りします。今日はジャンプとか重力系のことをちょっとやってみたいと思います。フルスクリーン、ジャンプしたら落ちていくみたいなやつをちょっとね、やってみます。ボイドドローにドワイを車内、結構冷えてまいりました。はよ、イント S は、これどんな感じですかね。フルスクリーンが間違ってました。お、すごい上の方に います。これを地面の線をラインを書きます。ゼロ、横ゼロ、高さは配当分の10分の配当かける8。ちょっともうややこしいけん 800とかにしましょう。で、横幅の800と、これは携帯の幅によって、解像度によってだいぶ変わってくると思いますけど、一旦これでちょっと上の方にですけど線が1本で言いました。で、次はフロートにしときますね。小数点を今日は使うので、フロートにしておきます。で、まず、常に重力がかかるようにしておきます。フロート G はゼロコマ1、で、これで、下にずっと下がっていくはずです。あ、めっちゃちょっとずつ下がってますね。0.08の重力を、で、これずっと重力かかってますんで、もちろん落ちていきます。
線を越えても落ちていきます。背景も変えておきましょう。バックグラウンド真っ白にしとけ。で、重力を感じるのを、もしも Y が小さくなったら、小さいマークどこにあるっちゃろう。小さかったら線の場所が800でですね、サイズが100なので、700よりも小さくなったら線より上にいるということなので、700よりも買ったら落ちていくと。お、止まりました。次は今度ジャンプはこれどうしたらいいんだろう。ボイドマウスで一旦いきます。マウスプレスド、タップ、携帯だとこれタップしたらってことかな。だから Y は、あ、もう Y は Y たす G、 どういうこと、わからなくなった。 SPY、すごで、ここで Y は Y プラス SPY、ではジャンプしてたら、SPY を どんどん減らしていくと、SPY、 あ、フロート SPY は0、落ちていった落ちていった。重力を感じて落ちていきましたね。で、それ以外は落ちていきますと。 SPY がジャンプして Y が700より小さくなったら、マイナス5になってますから、それをプラスにして、それ以外は SPY を0に戻します。で、Y もちょっとへこんだりするので700に戻します。どうでしょう。
プした。これタップしたジャンプするようになりました。これ何回もタップしたらずっとジャンプしますけど、これでできました。今日はまず Y に SPY をひたすら足し続けてます。ループの中でですね。で、最初 SPY は0です。マウスを押したとき、タップしたときは SPI をマイナス5にしますので、上に上がっていきます、四角が。で、そのときは SPY スピードにこの G っていうのを足し続けてどんどん減らしていって、まあ0にすると。で、 Y が700より大きくなっちゃったらもう0にして、 Y を700にするので、ちょうどこの線上で止まりました。今日はこんぐらいにしておきたいと思います。ありがとうございました。